はい、こんにちは、ゼロ L2 レオです。テイカです。どうしたの今日？今高松見てロックっていう変な縛りでインスタイベントだったんで、なんか自分の中でロックってこうかなと思ってやったらみんなとだいぶ違いました。鬼滅の刃、鬼滅の刃、なんかバンド T シャツとかさ着るのってもはやロックじゃないというか。あ、待って、これロックだね。普通と違うのがロックだと思ったから。これいくらだったの？これ300円です。ロックだね、うん、最高です。まあ、そんな今日ロックな聖火くんなんですけど、はい、チョリピに撮ってきてって言われた動画がありまして、嫌いなバンドマン、うん、参戦ということで、結論から言うと、まあ、バンドマンじゃないけどお前が嫌いです。チョリピね、まあ、でも元バンドマンを入れていいならチョリピが一番嫌いかもね。まあでも、なんだろうね、まあ名前とか出しちゃうとね、これはそれでずるいというか。いや、そうそう、それは違うと思うね、うん、まあそれこそ俺とテイカももういっぱいこうやってバンドをねやってきて、バンド人生の中で好きな人、いい人、嫌いっていうかなんか嫌だなみたいな人もいっぱい出会ってきたじゃん。そうだね。まあそれこそね、俺らが嫌われたりしてることもあるかもしれないんですけど、ね、うん、名前を出すとかではなくて、こういう人はちょっと嫌だなみたいな、うん、こういうバンドマンの人いたな、こういう人は嫌だなみたいなのを話していきたいなと思います、うん、僕からいいですか？どうぞ。これ多分一番嫌われると思う。挨拶できない人。もう俺も一番最初に言おうと思った。なんかさ、まあ尖ってたりする人ってまあいっぱいいると思うんだけど、でそれが悪いことだとは思わないんだけど、お疲れ様ですってさ、すれ違う時とかに言って無視する人とかいるじゃん。いや、本当にいる。本当に俺らの中で名前は出さないけど、こいつって 100% 挨拶返さないよなみたいなやついるの？いや、そう、マジでいるし、裁判被るじゃん。被ってもやっぱちゃんと挨拶するんだけど、本当に返さない。本当に返す。聞こえてんだよ絶対。普通に仕方する人がなんかいて、あれどういうつもりなんだろうね。そうそう、なんかこういう場にいなきゃいいのになっていうか、すごいなんか不快だよね、ちょっと。なんか向いてないというかさ、うん、別にただの挨拶じゃん。仲良くしようとしてるわけでもなくてさ、うん、1日同じライブを作るのに、なんかそういうのはちょっと気持ち悪いなって思っちゃう、ね、ちょっとまあ挨拶、まあこれはバンドマンに限らず、もう社会でもどこでもそうだと思うんですけど、やっぱり最低限の挨拶というか、うん、もちろんね、その聞こえなかったりとか全然気づかなかった他の人に言ってると思ったとかあると思うんだけど、本当確信犯がいるのよ。そうそう、明らか無視するやつ。もう本当にもう真横でもう目をまっすぐ見て言っても何にも返さない人とかいるからね、うん、お疲れ様ですって言ってお疲れ様ですとか言う必要もないんだけどさ、うん、基本別対バンで先輩後輩とかないじゃん、うん、対バンは対バンで、 OA とかだったらもちろん話は別なんだけど、うん、そういう時にさ、こうやって目だけ見てさ、なんかわかる？わかる。お疲れ様ですってしっかり挨拶して、今日よろしくお願いしますみたいな、うん、いや、怖いよね。何お前って大体そういう人を見ると、今後二度とこの人に会うことはないだろうな、うん、みたいな勝手に思う。そうだね、うん、結構でもなんか大したことない人がやりがちな気がする。いや、わかるわかる、全然本当に見たこともないおじさんとかが、そうやってくるイメージだな、うん、これはちょっとなんかすごい偏見すぎるからカットでお願いします。でも本当によくは知らない、まあって言ったらこれも偏見になっちゃうんですけど、うん、まあやっぱりアンギャルの方とかもさ、例えばライブでちょっとぶつかっちゃってこけたとか、うん、椅子が当たっちゃったとか、なんかあってもやっぱり挨拶とかさ、そうだね、なんかありがとうごめんねとかさ、うん、まあ、人としてその最低限のそういうのってやっぱりメンバー同士もあるし、うん、そういうのはないとなとは。お客さんでもそうだね、仲良くしろとは思わないけど、最低限ありがとうごめんなさいだけ言えたらね、うん、気持ちのいい一日を作れると思います。それは確かに挨拶できない人は苦手でございます、うん、次はこれはちょっとコアになっちゃうんですけど、対バンの時に、うん、機材を転換の時に勝たさないやつ。いや、マジで本当にいるんだよね。そう、なんなんだろうね。いや、あのね、別に本当名指しとかじゃないですよ、うん、名指しとかじゃないですけど、やっぱりこんだけ俺らも最近はもうワンマンばっかですけど、うん、昔はね、対バンいっぱいしてて、対バンって基本25分とかあと30分とかのライブステージがあって、で転換が基本15分設けられるんですよ、うん、大体15分じゃん。長くてなんか謎に20分の時もあるけど、基本15分じゃん、うん、でその15分の間に前やったバンドさんが機材を片して、で次自分たちだったとしたら機材をセッティングして音を出してっていう、うん、その15分押しちゃうと、その次のバンドさん、次のバンドさんとかの出演時間が遅くなったりとか、やっぱ対バンだとなかなかできないっていう時に、転換の時間が押しちゃうのはよくあることなんで、それはいいんですよ、うん、なんか
例えば PA さんの音響さんのチェックでマイクの音が入らないだとか、うん、シンセの音が流れないとか、そういうトラブルはよくつきものなんで、うん、それはいいんですよ、うん、ただその機材を片付けるのは早くしてほしくて、うん、例えば下手じゃないですか、前のバンドのベースさんとかギターさんがパッケージって言って機材をまとめはするんだけど、うん、なんか置いてるの、ただ置いてんの、誰か多分ベース置いてる人そう、誰か多分持ってってくれると思って、俺一回もうメンバーが全員セッティング終わってて、で俺もその他のバンドさんの機材が置いてある上に自分の機材セッティングとかあんましないんですよ、うん、でも他のメンバーが俺以外の4人がもう終わってんのに俺だけずっとセッティングできないみたいなライブハウスの人にこれってなんかずっとあるんですけどみたいな、うん、あすいませんみたいな、ライブハウスの人がめっちゃ謝って外持ってくみたいな、うん、いやそれはお前の仕事じゃんみたいな、そうだよね、そうだ、自分のは自分で片付けるのがね当たり前だからね、そうちょっとどういうつもりなんだろうなっていうのがありますし、まあ、たまにあるんですけど、その人と対マンして2回ともそれだったことがあって、いや多分ねあの人そういう人だよね、あだよね多分、うん、ちょっと入ってると思います、ちょっとやごめん、本当にあもう名指しとかじゃないんで、あの人マジ不思議だよね、で喋ってると別に嫌な人って言われる、いやめっちゃ好き、めっちゃ好きだし普通にあれなんだけど、前のバンドの時からそうだ俺が前のバンドの時もそうそれがあった機材だけなのか話してくんないっていう人はいるよね、嫌いではないですよ、うん、嫌いではないですけど転換はねテキパキしないと、特に自分たちの手の届く範囲はやっぱりその音響さんがやるようなとこはできないから、機材とかはなるべく早く片さないとなって、うん、主催の人が困っちゃうもんね、うん、俺ら別に役でも嫌いとかじゃないっす、うんまあいます他、これはマジで誰とかじゃないんだけど、うん、小判ザメスタイルの人は俺ちょっと苦手かも、小判ザメスタイル誰かがいるじゃん、軍団みたいのを作る人いるじゃん、うんうん、で別にそれは全然いいことだと思うんだけど、うん、その軍団にトップがいてさ、うん、みんなそれになりたい、ああ、うん、誰々ジュニアみたいな、うん、なんかバンドとかさ音楽性ももうこのトップの人に似ちゃってきてたりさ、うん、発言見た目とかその人に寄せてっちゃってるような人を見てると、うん、自分なくてダセーなって思っちゃうというか、なんかそういうの見てるとなんか俺はすごい不快な気分になる、うん、理解できない、だってもう真似してたらさもうこの一番上の人絶対に超えられないのはもう確定してるわけだよ、そうだね、何々さん何々さんみたいな気持ちで入れるのはすごいし、うん、その人をそれだけ惚れさせるその人はすごいなと思うけど、その下にいる人たちはなんでバンドやってるんだろうと思っちゃうな、それはちょっと間違いない、うん、まあ今3つ出てきましたけど、あはいはい、これもうマジで、これはもうビジュアル系限定だと思う、うん、衣装がありえないくらい臭い人、あーこれねもうビジュアル系っていうもう特殊なジャンルだからもうしょうがないと、アイドルとかもそうなのかもしれない、めちゃめちゃ汗かく上にさ生地がエナメルとか合皮とか洗濯しづらいものとかだったり、洗濯しても匂いが取れないような素材だったりすることってあるからしょうがない部分はあるんだけど、本当にたまにありえないくらい臭い人いるの、そういう時結構なんか楽屋が対バンだとなんかテロンになっちゃうような、うってなるね、うん、いやめっちゃわかる、俺らがうってなるレベルのってお客さんもわかるから、いや絶対そうだ、ね、ライブでだからやっぱ俺らは毎公演衣装洗ってます、うん、はい、素晴らしい、素晴らしいです、たまに本当にいるよね、いやいるいる、ビビる人、だって俺あの横にうんこが置いてあるのかと思って運行してると思ってパッて見たら普通に人がいたりそれはやばいね、もう相当じゃんそれ、もう言っちゃうけどね、そんな言わねえかじゃあ運行です、運行回しましたって言いたくなるやばいね、俺結構個人的に嫌なのがあって、うん、実力は全く伴ってないけどとりあえず大人に媚び売る人みたいな、あいやわかる、俺結構無理なんだよ、めちゃめちゃわかる、うん、なんかそれこそ今多分編集してくれたのチョリピーさんがマジでそうだったんですけど、それはもう本当にチョリピーに言えることだよね、スレンクのことは今もすごい好きで、うん、すごい好きなんだけど、前のバンドの時にそれこそまあ同じバンドってよく話をしてるんですけど、うん、事務所とかで権力を持ってる人がいるんですよ、はいはい、でその人ととりあえず仲良くしようみたいな、まあ別に実力が伴ってないんだけど、その人もやっぱりなんか言うことを聞かせたいから、まあ、聞かせて、だからとりあえず言い方悪くなっちゃうけど、まあ、大人に媚び売るみたいな、はいはいはい、でなんか例えばメンバーがさ、メンバーもやっぱ人生かけて音楽やってるわけだから、うん、これは違うんじゃないかみたいな、
事務所にさ、うん、思うこととかあっても、いやでもそれはあの人が言ってるからみたいので、も完全にメンバー側じゃなくてあっちサイドにつくやつ。なるほどね、うん、そういうのって難しいよね。んこっちの人の気持ちも分からなくもないからさ、なんかバンドに一人はいた方がいいじゃん、うん、なんかその大人とつながれるコミュニケーション能力を持った人って、うん、それとなんかメンバーの間みたいなね、結構大変だよね、気持ちが変わってくるから。そうだね、なんかだから結構それが難しい。でもなんかベン君のことが嫌いだったとかじゃなくて、まあ、そう確かにそれってバンドをやる上でやっていかないといけないし、うん、それこそ事務所に所属してるのならば事務所があってのバンドじゃん、はいはい、うん、事務所の方向性とかも汲み取んなきゃいけないんだけど、うん、当時の、まあ、若い時の自分は全然違う方向とか見られたりすると、うん、なんか全部言っちゃってたからさ、嫌だなみたいな。その大人の人たちはすごいんですよ、多分その、ね、うん、社長さんとか事務所じゃなくて、なんかその人と仲良くして何かを得ようとしてる。そう、なんか自分にさ何もない人ほどなんかそういうのやりがちな気がする。持ってる人はそんなことやらなくてもさ、勝手に周りが認めてくれるからいいけど、それも生き方だとは思うけど、それがないからずっとついてってかっこよくないよね。なんか人の気持ちってめっちゃ大事だと思うね、うん、だからそれこそ人に気に入られる、好かれるっていうのはもうやっぱり、うん、あの社会で生きていく人間としてもそうだし、こうやって音楽業界で生きていく人間としても絶対必要なことだと思うんだけど、うん、みんなもね、例えば会社とかでさ全然仕事できないけど、とりあえず社長とかにめっちゃ気に入られてるから超優遇されたりしてるようなやつとか見るとめっちゃ気分悪いと思う。そうだね、同じだよね。そうそう、そういうなんか自分ないっていうか、うん、例えば社長が変わったりだとかさ、考え変わったら一緒にその人終わるじゃん、うん、実力ないから。だとしても実力あったりとかちゃんと自分の考えがある人って、うん、そこが終わってもなんか続くと思う。そうだね、話それちゃったんですけど、うん、俺は個人的にそういう人ちょっと苦手だなって思うんですね。そうですね、まあでもこうやって話してみるとやっぱいるよね、なんか嫌な人は、うん、まあ当たり前だけど、そう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 、会社でもどこでも難しいですけどね、人との付き合い方は、うん、まあとりあえず何が言いたいかというと、あの挨拶は本当大事です。そう、本当これを見てくれてる人は挨拶だけしときましょう。、うん、そしたらもう何でも大丈夫。そう、あのやっぱね、人と人と、それこそメンバーともこんだけ長くいるから、たまにぶつかったり意見がぶつかったりとかすることもありますけど、うん、とにかくもう挨拶、おはようとかさ、ありがとう、ごめんねとかさ、うん、お疲れとかさ、もうそれがあればもう何でもいいんですよって思います。 ね、そんな感じで嫌いなバンドマンのご紹介で、はい、バンドマンのご紹介、はい、だからもうそれバンドマンにはみんなならないでください、はい、気をつけてください。あと僕たちもあんまり嫌われないように頑張って、はい、気をつけます、はい、気をつけます。チャンネル登録、いいよボタン、ライブへのご来場、ぜひお願いします。よろしくお願いします。また明日。理想を叶え、それが真実なんだって、見せてあげる、あれもストップ、ストップ、マイドリーム、叶えられないこともあるかもな、でも叶えられることも必ずある。昔から夢もなく、周りに合わせている。